2018年10月クールドラマ総括その2、はい、続いてはテレビ朝日系列僕と尻尾と神楽坂。相葉ちゃん、はい、よかったね。もうね今回ね、うん、こうドロドロ系が多かったので、ね、平和です。あ、もう安心して見れました。いわゆる癒されるドラマ、はい、見終わった後にほっこりするっていうのが、うん、相葉さんに似合ってありますね、あれがね。お、うん、まあいろいろと相葉ちゃんも主演してきてるけど、うん、貴族探偵やってみたりとか、うん、でも、うん、これが一番かな、思ってましたね。お、うん、で言い換えれば他のジャンルよりはもうこの手一本に絞った方がいいかもしれない、うん、はい、嵐相葉雅紀としては、うん、ただね、尻尾っていうのがね、うん、何のこっちゃ分からへんかったんですよ。わざわざ説明してくれはるじゃないですか。あーはーはー、それやったら鼻から尻尾って言うやろ客の前でって思いましたけどね。ややこしいと思う、ね、なるほどね。ただこのあたりはね、はい、これも原作漫画があるっていうことで、はい、ある意味忠実にしなきゃいけないところっていうのが厳しいのかも、うん、ね、はい、うん、でまあ共演者も広末涼子ね、はいはい、それからシュリー、うんうん、そしてジャニーズ WEST の小滝望も、はい、まあ、それぞれの味を出してなかなか良かったと、うん、はい、でそんな中で、うん、あのアマコウインターの渚、はい、これがね、うん、まあ、もともと漫才においても、うん、いわゆる大根っていうのが一つの持ち味ではあるんやけど、うんうん、あの芝居に関しては、はい、ちょっと度が過ぎるというか。いいんじゃないですか、もう。いや、でも、なんか普段から、ほら、あの、漫才に限らず、そう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 、普段のこのトークの会話からあんな感じじゃないですか、うんうん、なんとなく。うね、うん、だから、まあ、気になるっちゃ気になるんですけど、うん、いいんじゃないですか、たまには、あんなもん。だから、渚を知ってる、ね、普段のゲイからして知ってるもんにとっては、はい、まあ、納得なんだけど、うん、その漫才を知らんもんが、いきなりあれを見て、お笑い芸人がやってるっていうことを知ったら、ちょっと許せんと。うんうん、まあまあね、気になる部分かもわからないですけどね。ね、うん、まあ、もっと上手い人間もいるだろうし、はい、でしかもね、はい、豆福姉さんが、いわゆる主役っていう感じの回があったりなんかしたから。あったんですよね。逆にあれは、だからあれは狙いなんじゃないですか、ああいう。雰囲気的に。そうなんですよね。なるほどね。はい、うん、ただ、まあ、渚、次、はい、また女優業があるのかないのかっていうところが。難しいところですね。うん、でまあとりあえず全体的に悪い人が出てこないっていうのがね、はい、よかったね、はい、もう安心して見れましたね、うん、ね、あの、はい、ナルタウン病院のね、はい、村上純がやってたけど、あの院長も、はい、ね、常盤さん絡みで達也に対して嫉妬っていうか、はい、恋敵と思ってただけで、うん、ね、こと動物を治すっていうことに関しては全く同じ気持ちだったし、うん、はい、それからあの達也の姉っていうのも、うん、実は根はいい人だったと、うん、まあ複雑な家庭環境の中でちょっとひねくれたっていう一面も見せたけど、そうじゃなかったっていうのもね、うん、はい、うん、でそれから最後あの常盤の夫が生きて登場と、はいはい、ね、まあ演じてたのが真島秀和だけにね、はい、写真だけの出演っていう風に思ってたんだけど、うんうん、今までもそんなん多いから、はい、これがしっかりとちゃんと物語の顛末をつけたと、はい、うん、でもまあこれいつでも次やれそうですね、うん、これでもやってほしいですね。僕的にはね、はい、ね、はい、で、それから、はい、あなたには渡さない、これがまたドロドロなんですよね、うん、もう誰が良くて誰が悪いんや分かれへんぐらいね、何や、うんうん、しないけど女同士仲良くなってみたりとか、そう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 、いがみ合いしてみたりとか、どないやねんと、なんかすっきりしないというか、ねえ、あの旦那もね帰ってきておりましたじゃないですか、うん、最後に、うん、最後に帰ってきたもんやけど、あの向こうにも子供作ったあの子供はどないやねんとかね、あ、うん、何もかもがこうよう分からへん状態で、で最終回も結局ね、はい、あの田中哲司飛び降りようとしてたけど、うん、間に合ったのか無事だったのかとかね、からで両手花積の板場は誰が取り仕切ることになるのかとか、はい、実際ちゃんと再建されるのかとか、うん、銀座店どうなるのかもね、ね、うん、それも含めて中途半端というか、まあ見てる方が勝手に想像してって感じだったんだけど、はい、ただまあなんといってもね、はい、あの変だったのが、うん、あの木村佳乃の走り方ね、はい、私は止まらないって言うて走ってたけど、うんうん、はい、なかなかないよあの走り方。まあ女の人ですから、あれが綺麗なフォームで走ってるとオリンピック出なあれとかね、うん、それに
してもっていう気がして。で、その木村佳乃、はい、なんとね、連、はい、ドラ主演が連ちゃんということで、はいはい、来年1月のカンテレの5歳業。うん、はい、まあこれも言ってみればドロドロ劇、うん、あドロドロですか。あなんかね、たまたまなんですけど、うん、今日ね、うん、もう木村佳乃さんのカレンダーいただいたんです木村佳乃ね、仲間だ見てないんですけど、はい、ちょっと楽しみ、ね、はい、でまあこの土曜ナイトドラマ枠なんだけど、はい、今年振り返ったらあの4月クールのおっさんずラブね、うんうん、はい、これがほんまに大ヒットで、はい、新語・流行語大賞のベスト10に入ったりとか、うん、それからあの来年1月2日になんと朝6時55分から全話一挙放送なんていうのもあったり、うん、それからまあ DVD とかいろんなね、うん、それこそカレンダーとかそういうものも含めて権利関係でごっそりと稼いだと、はい、でさらに極めつけはおっさんずラブ劇場版っていうのが、来年夏公開発表されました。楽しみですね。でもね、ね、うん、でもあのでっかいスクリーンで見たい内容かっていうのが、はい、まあでもね、うん、この今回のこのあなたには渡さないようなね、ああもうおっさん同士のラブですけどドロドロはしてないじゃん。コメディータッチの部分もたくさんあったじゃないですか。ああいけるんじゃないですか。ね、でテレビ朝日、はい、もう一本は、はい、リーガル V 元弁護士高梨翔子、うん、よかったと思うんですけどね、うん、なんかもう僕の天敵みたいになってきましたね米倉さんがね。で今回はそのお医者さんよりか、うん、キャラクター的にね、うん、そんなむちゃくちゃじゃないの、まあ、むちゃくちゃはむちゃくちゃですよ、うん、まあ、人に任せて自分旅行行ったりとか遊んだりしてるわけですから、うんうん、むちゃくちゃなんですよ、まあ、医者に比べたら、うん、まだ人間的に良かったのかなとは思いましたけれども、うん、もう米倉涼子さんのあのキャラ僕の天敵ですね、はい、まあね、あの、うん、医者から弁護士に変わったけど、はい、やってるキャラは一緒って感じで、はいはい、まあドクター X に変わる新機軸、うん、米倉涼子自身がかなり力を入れてるっていうことだけにね、はい、視聴率の方はね、うん、平均 15.7、うん、最高が第2話の 18.1、うん、これはともにねこのクール最高なわけで、うん、で最低でも第8話の 13.4、はい、最終回は 17.6 止まりで 20% の大台にまではいかなかったんだけど、うん、はあ、でも強いですよね。強いね、うん、でまあレギュラーもね、京極法律事務所の高橋秀樹、林健人、勝村正信、足立由美、三浦翔平、荒川よしよしと、これまたいつでも集められそうな気もするし、はい、うん、ということでね、はい、テレ朝お得意のドクター X とリーガル V を各年ごとにテレコっていう、はい、ひょっとしたらこんな作戦もあるかも。ありえそうですね、はい、ね、うん、ということで、うん、この続きは今度にしたいと思いますね。はい。